2019年3月末から休館している坂出市民ホールは、2020年6月から浸水対策工事、そして2020年11月からは順次トイレの洋式化など機械設備、舞台照明などの電気設備、客室天井に補強用鉄骨を入れるなどの建築改修工事を順次進めてきましたが、その工事が12月24日竣工しました。予算は設計費と工事費合わせて7億4000万円です。坂出出身のピアニストが弾きたいと思う、また市民が誇りに思うホールにする必要があると、坂出市長に就任したばかりの有福市長は、世界最高峰と言われるグランドピアノスタンウェイ D274 モデルを坂出市文化体育振興基金を充てて購入しました。坂出市では来年2月の市民ホール再開前の行事として、スタンウェイピアノリレーコンサート in 坂出市民ホールを1月30日に予定しており、年明けの1月5日から連弾を含む演奏希望者60組を先着順に受け付けることにしています。まずこの特定天井の耐震補強ですね。もう東日本震災の時に吊り構造の天井は一律特定天井ということになりましたので、その、耐震補強ということで、設定震度6ですので、その程度の地震では絶対の落ちない補強を施してあります。この市民ホール我々直営で坂出市民の方に広くもお手頃な料金で気軽に使っていただけるホールということで、長らく親しんでいただいておりましたので、以前と変わらないような運営ができるように頑張っていきたいと思います。坂出市では引き続き坂出市民ホールを坂出の魅力あるまちづくりのシンボルにふさわしいものにする外観の改修工事を3月まで行うほか、周辺整備も進めるとしています。